皆様こんにちは本田由紀の「やばい日本をあぶり出す」2回目はジェンダーについてですこのシリーズは国際比較を通して日本の現状を社会学の地点から分析していただくそしてこのやばい状況からどのように抜け出したらいいのかを示唆していただく。 という番組です。ユーベイキョウさんのえっと経済指標から日本を分析するシリーズの後継シリーズとして位置づけられています。本田さん今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、あののっけからなんですけど、うん、ジェンダーで。うん 一言で言ででうと、なんて言ったらいいですかね,そうですねその生き物としてつまり生物学的な男女の違いとかとは別にですね社会的に男性はこうであるとか女性はこうであるとかこう定義された役割やま規範ということをあの意味します、まあ、いわゆるらしさという形で私たちの中にこう浸透してしまっている考え方というかですね感じ方まで含めたあのものをまあジェンダーという言葉でえと表すとされています。はい、はいあの ジェンダーっていうのはのなかなか日常語には入ってきにくい「うん、らしさ」の方はね、うんあの「女らしさなんて何言ってんのよ」みたいな感じで否定的に、ね、言われたり、うん、あ,のあるいは「男らしくない」とかね、うん、肯定的に使われたりしてそうそうめめしいとかねいろいろあるんですけれども。はい、あの生きてますけど、はい、ジェンダーっていうのがそういう日常語には入ってきづらいけれども、うん、あのご本を読んでね あの、わかるのは、ジェンダーという概念が頭に入ってると、とってもクリアになる。ことがいっぱいあるんですね、うん。そうですね。これはジェンダーだ。うん、これはジェンダーが、今、あの、作動しているみたいな。ね、あの、ふうに使っていただ。 いいすね、ですのでこの番組ではジェンダーという言葉を、うん、あの容赦なく使ってくださいでそれでもって私たちがそのジェンダーっていう、ねうん、概念の輪郭をこう、うん、なるほどってね、うん、こう納得できると思うんです。でよろししくお願いいこの、えー、と次を出していただきますが、はいはい、ジェンダーを考える上で注意すべきこと。うん うん、非常に複雑でこうややこしい問題でいくつかのことに注意して議論する必要があるかなとあの思ってましてそれをこのスライドにまとめてみました。うんはい、でまず一番上に書いてあるのはです、ねあのまあ、男性か女性かっていうことだけで全然捉えられなくてですね例えばどちらでもないという辞任をしていらっしゃる方もいらっしゃいますし男性と女性っていう間をこう移動される方っていうのもいらっしゃるわけですね。まあ、あのいわゆる LGBTQ あるいはセクシュアルマイノリティとっていうふうに呼ばれたりしますけれども、うん、あのそれは私ととてても重要な問題だと思っています、はい、であのそれについてあの別途一冊本が必要だぐらいの重要性があると思ってるんですけれども、うんうん、これはお詫びしなきゃいけないんですがこの、えっと「日本ってどんな国?」っていう本があの国際比較データなどをできるだけ盛り込もうとしていてですねあのセクシュアルマイノリティについてはまだその国際的なあるいは国内でもあまり統計的なデータとかがあの揃っていないっていう<ー>それ自体が問題なんですけどもっとこう増やしていく必要があるんですけれども。あの ということで十分に扱えていませんということで、えっと、謝りながらあとりあえず男女ということで議論させていただきますということを最初に申し上げています。ということですので「ね、紅白歌合戦」じゃあるまいしもうやめてほしいけどだからあの LGBTQ のことを無視しているわけではなくその統計 で,今ね、できるだけ細めていくきに統計が手薄であるということであのご理解ください。はい、で、まあ、ちょっと一読よくわからないけれども <laughs> これをちょっとおいおいお話しいただいた、はい、きたいと。 あの次に2つ目に書いてあるマクロな構造や分布とミクロな感じ方や関係の絡み合いっていうのはですねえっとまあマクロって大きいっていう意味でミクロは小さいっていう意味で,でマクロな構造や分布っていうのは今日お見せしていくようないろんなこう統計的に把握できるような例えば「何々では女性がすごく多くて何々では女性がすごく少ない」みたいなそういう,こう分布の歪みですねそういう大きな全体として見た時にこういうふうになっているっていうあのその構造的な問題と日常的にですねえっとまああの人と話したり とかですね振る舞ったりする時っていうのは全然こう別の状態別の事柄であるようにえな印象を持たれるかもしれませんけれども実は相互にすごく絡み合っていてもう普段の例えばあの夫とかあの夫婦の間で話をしたりする時のその中身や言葉遣いや振る舞い方には構造が影響しているしあるいはミクロな振る舞い方が積もり積もってまたその構造を マクロな構造を再生産しているっていう。<ー>そのいや別の位相なんですけれども、すごく関係しているよ。っていうこと。 が重要だと思います例えばあのミクロに私はもう別にあのハッピーだからいいのよってあの感じてらっしゃる、まあ、女性もあるいは男性もいるかもしれないですけれども、はい、そういうミクロなことが実はマクロに見ると社会全体に対して積、まあ、もり積もってこんな問題につながっているんだということはあの意識していただきたいと。はい、ミクロで満足していてもマクロでそれがいいわけでは全然ないということがあの二つ目に書いてある注意点ですね。はい、で三つ目が、まあ、これれもももまででないんですけれどもあの、まあ、男性も 女性もですね、えっ、ー、と、一枚岩では全くないということです。うんうん、男性の中にも、まあ、あのー。 いわゆる成功している方であったり、あの苦労していらっしゃる方がいらっしゃいますし、女性もですね、今働き方含めて。あのフルタイムなのか、非正規なのか、何時間働いているのか、あ、結婚しているのか、子供がいるのかということによっても。こう需要を無人に切り刻まれているような状況っていうのは、ね、もちろんあります。ですから、多様性は、あの、あの非常に重要で。そういう多様性自体を統計的に把握していく必要があると思うんですけれども。それを考えれば、男性はこうで、女性はこうでっていうふうな、うんうん、あの言い切りっていうのは、非常にこう慎重に注意しながら行う必要があるっていうことが、あの。うん ですねつ目の,はあのこれはさっき述べた2つ目と非常に密接にかから、はい、絡むことなんですけれども、うん、あのですから本人の自由だとか本人が選択していればいいんじゃないかとかですね、うん、えということをあの、まあ、こういうジェンダーの話すると言われたりするんですねあの専業主婦を選ぶ人を否定するのかみたいなことを言われたりするんですけれども個人の自由な選択っていうことはあの尊重されるべきだと思うんですけれどもあのや,はやはりそれが何れ マクロに集積された時に今一体特に日本社会にとってですね、えー、とどんな帰結をもたらしているかということはあの同時に考えなきゃいけないというふうに思っています。はい で5つ目に書いてあるさまざまな概念というのはですね、うん、あの今日もいくつかご紹介しますけれども、はい、なんとかこの、えー、複雑でややこしくて問題含みのジェンダーの状況を言い表そうとして、うん、あの日本でもあるいは世界中のですね学者たち主に学者たちがいろんな言葉を作り出しています。うん、でそれを正確にに、えー、理解してて使うことによって、うん あ、ここでもこれが作動している、あ、これはこうなんじゃないか、例のあの言葉で説明できることなんじゃないかっていうことをですね。そういう,うアンテナを、あの、皆さんの中に、こう、作っていただければ嬉しいと思っています。ね、まずはジェンダーっていう言葉でね、まずはジェンダーですね。頭に入れると、いろんなことが見えてくる。本当に、とう,ことうん。たくさんあるんですね。今日全部ご紹介できないんですけど、はい、例えばマンスプレーニングってご存知ですか。はい、マンスプレーニング。うん、あの、<laughs> 教えたがる男。<laughs> そ,うそ,うそ,うそう、そう、そう、そう。あの、ね、女性の方が詳しいような事柄。 でそういう現象があまりにも頻繁に生じるのでこれはマウスプレーニングなんだってこう定義した方がいらっしゃるわけです。す 分かる分かる <laughs> なるほどとかね、うん、だから知っていると <laughs> 知っているとこうなんていうかな、うん、今ここの現場で起こっていることはこれはマンスプレーニングを私はされているんだみたいな「でノー」って言えたりするかもしれないということで、えー、とそういう概念を知っていただくってことが非常に武器になるかなと思いますそうですね、はい、そうしてみるとなんかこう楽しい分野ですよそうですねまあいろんなこう物事が違って見えてくるっていう面もあるかもしれません。ねはいはい、じゃあ内容に入っていってていいいよろしいでしでょうかはいはい でですね、あとまあ統計ということで、あのいろいろお見せしていこうと思うんですけれども、あのまずはこれ皆さんご存知かと思いますけれども、あの毎年毎年、そう毎年毎年、え世界経済フォーラムがですね公開しているあのジェンダーギャップ指数です。あのダボス会議を開くところですね。そうですね。はい。そこをこういうあの統計を毎年取ってるわけですか。毎年取か。はい。でまあ日本があのまあこれ見ていただければお分かりのように、まあ非常にまああのジェンダーギャップ指数ののはあの。 えっと地位が低いんですよね。あのつまり問題があるって、問題があるっいうことです。で、えっとこの直近年では120位っていうことで,ですね。まあこれぐらいえっとあのギャップが大きい国だということはあのわかる。まあ順位だけでもわかるんですけれども、はいはい、このジェンダーギャップ指数がどういう個別の指標から作られているかということをこのグラフでえっと示していますね。うん、大きく言って四つの分野、はい。そうです。そうです。政治参画と。 経済三角と教育と健康っていう分野に四、はい、つの分野に関してさらにその中にいろんな指標があってですねあの 数値化スコア化しているわけなんですけれども、ね、この赤い線が日本ですね、はい、でも一目瞭然だと思いますけれどもあの、まあ、教育とか健康に関してはあのそんなにジェンダーギャップ大きくないですね。そうでひどいのがまあ政治参画ですねで個別の項目でいうと全部赤字になってますが国会議員の男女比閣僚の男女比、えっと、行政府の長の残忍年数の男女比って書いてありますけれどもいうこれがまあひどい指数ですね。で経済のところでもあの 赤になっているのが管理的職業従事者の残留比ってなってますけれども<ー>これがひどいということであのいくつかの指標で驚くほど世界的に見てもですねあの日本がおかしいおかしい生産参なんてゼロのところに限りなく本当なんですでそれはあのすぐあとでお見せしますけれどもえと要するにこういうことなんですね。まあ まあこのこれだけ見ていただいてもですねちょっと一番左側に日本いますね、えーはい、そうなんですよまああのこれよく出てくる図表なんでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあとにかく少ないもう世界的に見て異常、ね、この間の選挙でも一人減ってそうなんですまた減っちゃったのが十人になりました、えー、ということはこれはあの、はい、国会議員の衆議院にあたる議会の世界の女性の数という。 これは直近のデータなので衆議院だったかな多分衆議院だったと思うんですけれども。でシーさん入れたらもっと日本も多くなるのでそれと比較するにはアメリカで言えば下院とかそういう感じを比較してるんですかね。だと思いますごめんなさいおいしいのでだから作っちゃったんで。メキシコとかメキシコスウェーデンフィンランド。 っていうのが、はい、ほぼもう半半になっています。半分以上の国もあると思うんですよ。ちょっとこのデータでは半分になってますはい、うん。ということでまあとにかく日本ひどい。凄まじい。凄まじい。 ですしこの辺りずっとそういうグラフが続くんですけれどもあ、はい、まあさっきの管理職の女性比率の少なさっていうのもこういうグラフが多くって日本が左端にいたり右端にいたりですねんなんかこう本当にこうダーと多くの国並べてみても異常っていうことがですねいっぱいあるんですね。 でえっとちょっと続けていきますけれどもこれ今議員と管理職を見せしましたけれども例えばこれ医師ですね。お医者さんも少ない。お医者さん多いように思ってたけど少ないんですね。はい。でこれはえっと2 0 0 0年と2015年でどこも上の丸がえっと2015年でどこもあの増えてはいます。日本も増えています。少しね。はい。

そそうううい国もあるんでですすねねラトビアエストニアお医者さんというか女性っていう国もあるのに対して日本は医学部の入試問題もありました入試が問題になりましたけれどもそういうところでバリアがあったりとかですねなんとか突破して実際に医師免許取ってお医者さんになったとしてもかなり過酷な労働であるということもあってですね実際に女性が続けられなくてやめていったりするっていうこともあって結局のところこういう数字に なっっててしまっているってことこですあの時にそのなぜ女性をね入りにくくするかっていうのに、うん、女性はねそ,のそういうあのきあの夜間勤務とかできないので、うん、眼科のお医者さんとかを希望する人が多いので眼科ばっかり増えてもしょうがないので,れで、ね、それであの切るんだっていう説明があって、うん、それは一定の合理性を まあ合理性というか、だから問題はその医師の働き方なんですよねそうなんですよ、えー、そっちなんですよねそこを是正するっていうんじゃなくて、うん、その各国の働き方についてこられないから,そこから女向きじゃないみたいなことを言われちゃうっていう、ね、そ,そっちから考えていただかなきゃいけないでも、はい、この各国のあの女性のお医者さんたちは、うん、やっぱり、あのそういう昼夜を問わないような状況のあの仕事を こなしているわけですよね。いや、まあ、日本語の労働条件の、あの、悪いわけではないと思いますよ。ということですよね。ええええ、だから、やりようはいくらでもあると。そう,そうです、そうです。そうなんです。あの、変えていけるはずだっていうことを見ていただくためにも、国際比較データを使えるかなと思ってます。でですね、次があの、あの、次々お見せしてますけれども。次は、教員とか校長なんですね。はい、で、あの、先生。 教員っていうとですね結構日本の中でもあの女,女性がしっかり働こうと思うとあのいい仕事なんじゃないかって思われがちだと思います。そうそう思ってました、ええ、な,なんですけれどもあのこれ、えっと、横軸がですね、えっと、教員の比率で縦軸が、はい、あの校長先生の中での,あの女性の比率なんですけれども。はいあの まあ確かに教員の中では四割強ぐらいがですね全部ひくるめてあのカウントすると、うんうすね、あの日本でもあの女性がなっているというわけで、はい、このひどい日本の中では比較的は教員という仕事は 4割以上女性だって答えて、あの相対的にましだと思うんですけれども、うん、各国に比べるとですね。まだ全然少ないということ。そうです。日本とっても寂しいところ。にいます、えー、ねえ、で、校長は、あの、ものすごく少ないですね。ねめちゃめちゃ少ないんですね。ね、えー、この斜めの線引いてありますけれども、はい、そこから、あの、離れているっていうことはですね、やっぱり異常だっていうことなんですね。はい、えー。 つまり今お見せしてきたように議員であったり管理職であったり医師であったり教員や校長であったりっていうですねある程度社会的地位が高くてえとまあ発言力や責任やあの権限やまあ,あ,るあるいは収入みたいなのが高い。 えと仕事っていうところで全くその女性のプレゼンスが少ないっていうのがですね女性の校長先生は今ね <えー S 1> すごくねあの活躍しておられるという間違っった認識を持っていまだからわずかにはいらっしゃいます。であの女性が一応は少なくてもなんとかできる仕事の一つではあるとは思うんですけれどもそれでもだから他の国と比べるとまあめちゃめちゃ少ないということですね。どどどんどんお見せしますけれども <はい S 1>、はい まあ、はい、そういう比較的あのあの高いと言われているとあの地位に関してですね、はい、もう次にお見せしているのがあのが国家公務員ですね左上が上級,上級管理職に示える上さんとかそうですねううですえとカッ書きであの具体的に示してますけれども、はい、それそと右側が中級管理職でえっと え、左下が、その、のは課長さんとかです,、ね、ですね、本省課長級って書いてます、ね。まあ、見てください、って説明いらないですよ、ね。もう一番右にいます。<laughs> えー、はい。しかも、ものすごく背が低いです。うんですね、<laughs> 学運ってね。いや、えー。おかしいでしょ。おかし,おかしいでしょ。で、あの、まあ、公務員、まあ、国家であれ、地方であれ、公務員っていうのは、はい、あの。 他の国ではですけれども、あの女性の比率が結構高かったり、女性が活躍しやすいと、えー。ということは言われていたんですけれども。まあ、日本そもそもですね、えっと、あの市民を雇わない国家というのもありますけれども。公務員数が他の国より少ないです。で、さらにその中で、女性も、あの、の、あ,あの。 えー、ポストっていうことも提供していないっていうですねやはり異常な状況にあるっていうことがあのこれ見てすぐか今いくつか割合そのなんていうか安定して職であったり、はいえー、というところで女性がいかに少ないかっていうことをお見せしましたけれどももっとこう仕事全般をです、ね、ざっくり統計とってみるとこれが次のスライドで給与額の男女格差ですね上,<が>、はい、上の右側に示されているのが所定内給与額で、えっと、雇用形態別年齢階級別って示してますけれども。4本 はい、あ、あの線があります。横軸、ね、が、あの、年齢で、えっと、実線で書かれている緑のやつが、えっと、正社員の男性ですね。男<性>緑が男性です、ね。で、はい、点線の方が男性の、あの非正社員ですね。非正社員で、えっと、オレンジ色のが実線が女性の正社員。社員で、点々が、あの非正社員ということで、まあ、<非>なていうかな、まあ、人に見てお分かりいただけると思いますけれども、要するに。男性の正社員一人勝ちみたいな、こういわゆる年功的に賃金が上がっていくっていうのは。うん あの男性の正社員の中だけで生じているみたいな感じがありまして、本当<あ>、えー、そうですね、えーで。女性は同じ正社員であったとしてもですね、あの賃金の上がり方が年齢によって上がっていく度,度合いっいうのが非常に低いんですよね。あのですからこれはですね、あといわゆる性別職域分離とか言われるような同じ正社員であっても責任が違うだろうとか、うん、あのあ、ね、担当している仕事がややや違うだろうみたいなことで言われたりするんですけれども、うんうん、それは結局その女性をそういうところに押し込めてしまっているということ、あのだと。 見えあの給与に反映しているっていうことですね。そうです。左下は何です。かこれはですね、あのひ下側の2つは。同じ仕事、同じ仕事の人を取り出してですね。あのやはり金属、あの横軸に金属年数を取って、えっと男女で比べているものなんですけれども。あの、まあ、保育士とかですね、サーシステムコンサルタント、あの。ソフトウェア作成者という同じ仕事であったとしても。ですね。はい。あの、そういう同じ仕事であっても、男女間で、えっと、こんなに差があるっていうですね。 本当です、ねはい、最初から保育士さんも、うん、あのシステムコンサルタントも最初から男女に差がついている。 まあ保育士さんは勤続年数0年の頃はほとんど差がないんですけれどもだんだん差がついていく感じですね,、うん、ねでシステムコンサルタントの場合はもう最初から差がついてるいるいていうん。でまあ,あのこういう賃金格差に関してですね、はい、あのシカゴ大の,あの山口和夫先生とかあのものすごいこう緻密な計量的な分析をされた方もいらっしゃるんですけれどもあのだから学歴が違うだろうとかですね専攻分野が違うだろうとか。うんうん、あのー 担当しているその職域とかが違うだろうみたいないろんなことをコントロールコントロールあのつまり要因としてこうカウントしていってですねそれでも残る格差っていうのがすごい割合が高くてですねえっとこれは全部差別だってえっと言ってらっしゃるっていうそういう研究もありますなるほどはいえですねで今までこのいわゆるこう労働市場とかですね公の場っいうか公的な場において 女性がいかにこう出ていけていないか行くことを難しくされてしまっているかということを見てきましたけれども今度逆にですねこれも皆さんご存知のことだと思いますけれども。 男性のいいわゆる家庭活躍というかですね、えー、と男性がプライベートな場で担っている役割っていうのがいかに少ないかっていうことをこのグラフは示していると思います。うん、ケアレスマンケアレスマっていうのはですねケアレスミスをあの連想されるかもしれないんですけどお感じになるかもしれませんが、うん、そういう意味ではなくってケアがレスつまりあの、えー、人の世話ということをしていない。 という意味なんですねケアレスマ。ンというのはですね。<ー>はい、これもなんか、うん、あの最初にお話しいただいた新しい言葉で、なるほどなるほど、ええとか、人にの世話をすることを担当しない、はい、あるいは逆に世話してもらうっていう、ねうん、自分のあの世話もしないですよ。うん、そうですそうです。ご飯作ってもらうことが前提だったりとかね、が下着はどこにしまってあるかわかんないとかね、うん、えそういうこう生きていく上で当然のあの。 ケアっていうことを自分についても人についつまり重い女性になることもちろんです、うん、でですね、そのケアレスマンモデルを示そうとしているんですけれどもこれ,無償,これ無償労働ですね無償労働の時間を示しているんですけれどもどプライベートなあの、えっと、ところでの無償労働、えー、じゃあこのお金につながらない仕事なんですね。 時間数なんですか。そうです。時間数です。一年の。いやいやいや。えっとこれ,これえっと分ごめんなさい<あ>ちゃんと書いてるん申し訳ないんですけれどもあ,あ,あのわかりました。ね、あ一日の、うん。そうですね。日本は一番左にいますけれど、うん。そうですね。なんて青い線が短いんだろうという感じですけれども。四十二分。そうです。そして女性が二百二十四分、うん。そうですね。はい。 でまあ、無償労働にはその中に書いてますけれども<ー>家事、育児、介護、あの買い物ボランティアその他の、はいまあ、お金にならない労働ということなんですけれども大半は家事、育児ということですね。でそれがこれほど、まあ、日本の男性が少ないということです。本当ですすね、えーはい、42分そうなんですよでこれでもですね、えっと、時系列で見るとちょっと増えてたりするんですけれどもあそ,、ね、あのそれでもまだこの程度にとどまっているっていう。 やっぱり異常だと思うんですよね。最近あのお買い物を持った男性とか子供を連れた男性とかが、ああ富にこの十年、五年ぐらい増えるようになったりましたけれど、中にはそういう男性もいてくださってるんですけども、こういうふうにざっくり日本で統計を取ると、あのまだこれぐらいとどまっているということです。ことですね。ケアリスマン。そうですね。面白い。ケアリスマン。はい。 でまあ、さっき女性があの公的な場に少ないっていうことをあのいくつものグラフでお見せしましたけれども逆に男性はやはりその仕事以外の場でえとこれほど存在感が少ないつまり両極端に分かれてしまっているっていうのはですね日本の,あの重要な特徴なんですねと。ということになりますね、えーはいで。それでですね、はい、この 次のグラフがです、ね、<や>非常に興味深いこれ研究の結果なんですけれどもこれは不破、はい、さんと筒ツ井ツさんという社会学者が分析された結果なんですけれども。世界の、えっとはいはい 世界各国をこの点々で表しています。はい。横軸が書いたのがいろんな国の名前ですねですです。はい。それはあの図の下のところにえっとどの記号がどの国に当たるかは書いてますけれども、うん、で横軸が妻のその家事分担比率ですね。家事全体の中で妻が担当している比率を横軸に示しています。一番右にいる女性は。<laughs> すごく女性に負担がいっているっていう。そうです。ね、うん、そして、うん。で、縦軸が、その家事分担の現状に対する、うん、えっと、女性の側の不公平感。ですね。うん、意識調査をした結果の、不公平感が縦軸に示されているんですね。で、この図の、あの、面白さはですね。うん、あの、ちょっと、見にくいかもしれないんですけど、薄い細い点点々で。あの、線が。ほぼ、ほぼ平行な、あ,あんまり右下がりになってない、長い線がありますね。 これはこの出てきている国全体に関して回帰直線っていうですねできるだけ分布をよく表すように線を引くっていうのが回帰直線なんですけれども全体でこの回帰直線を計算すると傾きがあんまりないですねもう平行ですつまりそれは横軸と縦軸の間に関係があんまりないっていうことを示しているんですけれども面白いのがこれをですね妻の平均家事分担比率のあの。 あの一番真ん中っていうか中央のところでですねえっと左右に分けまして左側の国と右側の国でそれぞれ別々に回帰直線の回帰ですねはいで傾きが全然違うんでですねいつまり半分より左,左側の国っていうのは総じて妻があのへえっと家事分担比率が少ない国つまり男性も家事分担してくれてる国がその左 のほうの国なわけですけれども、その国についてはですね、右上がりになってますね、会期直前が。で,ね、で、これが面白いのは、うん、てことは、えっ、ー、と、こういう国では、うん、あの、えっ、ー、と。妻の、あの、平均家事分担比率が、あの、国の中で、あの、たあの、高くなればなるほどですね。不公平感も高くなっているっていう。もっとやってよ。そう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 、うん、男性が結構、あ、ある程度やってくれてる国の中では、女性が、こう。 えとそう男性が比較的やらないことに対して、えー、と不満感が強くなるんです、ねえー、でいやこれ面白い、うん、そして右側が右側が,右側がですねここで回帰直線引くと。 右側のの国々の中ではではすねむしろ妻の平均家事分担比率が上がれば上がるほど,ど<う>えと右下がりになってるってことは不公平感が減るということなんですよ、うん、でその最たる国が右端にある赤い楕円で囲ってある JP つまり日本ジャパンなんですねつまりジャパンではあまりにも不均等なので、えー、と分担が不満も感じていないっていうそ、ね、ういうものだと思っちゃってるみたいな。どう考えたらいいんですか、うん、だからあまりにもその 的的な場とあの、まあ、私的な場場、えっと私でああっっちちはは男性であっちは女性女みたいなあの極端な偏りがあるとでそれがそういうものだとな、まあ、らされてしまっちゃってるっていうかそういうものだと思っちゃっているので女性の側が「家事っていうのは女性がやるもんだ」みたいなふうにある種、まあ、言葉悪いですけど洗脳されてしまってるところがあってだから不満にも思っていない,いや。これがもう日本のジェンダー問題、えー 最たるものっていうのはです基盤を持たないっていうことはもう固定化されちゃうっていうことなんですよ。おかしいじゃないかって思ってくれないっていうあたりですね偏りすぎてると。でこその研究成果は重要だとと思いいますすても面白でなるほど男性はこうだ女性はこうだっていう思い込みがものすごく濃厚になってしまってるっていうことは例えば次のグラフからも分かるんですけれども。 えっと、ね、浸透するらしさの罠、はい、えちょっとこれあの英語の音が出しちゃって申し訳ないんですけれども、はい、こ,れこれはいろんな学問分野に関してですね、はい、それは男らしいですか女らしいですかって聞き方ですね左から機械工学、えー、物理学、はい、数学情報科学化け学、はい、化学,化学,生,物学生物学っていうことでこいう順にそうです。 12345、はい、って縦軸がなあの並んでますけれどもこれは上に行けば行くほどですね、うん、男らしいっていうそういう指標になります。ああなるほど点数が高いほど男らしい下ほど、まあ、あの女性らしいっていうことになるんですけれどもあのちょうどその真ん中がですね、えー、と3に当たるんですけれども、はい、これらはいわゆるその理科系ですね理系の学問分野に関しては、はい、あの一番ひどいのがまあ機械工学なんですけれども、はい、全体的に男らしい学問分野だって考えられてしまっているっていうことなんですね。 はあ、あの、えーはい、ところね「理系女」というとても評判の悪いキャッチフレーズをこう出して、うんうん、理系に女性も行きましょう、うん、みたいなね、うん、あの機運を、うん、あの盛り上げようとしていました。うんうん、あれもなんか引っかかってたんですけれど、うんうん、これは日本に限らない話 なわけですかこのえっとですねこれ日本ですかちょっと待ってくださいねえっとこれはえっと日本では日本のデータ日本のデータですね研究されているのはあのえっと南崎さんとかあのあえっと日本の方ですねなるほどですからあのまあこういうまあ男である学問分野でしょっていうことが実際日本では女性すごいこれらの理系の分野では少ないんですけれども。 あのそういう分野選択に影響してしまっているということはあのありますね。あります、ね。はい。なるほど。ですからまあ理系女っていう言葉も嫌な言葉かもしれませんけれども、あえてそうやって名指すのってどうなのっていうことも言われたりしますけれども、ただ私は理系にもっと女性があの言ってくれて、理系女っていう言葉が、ね、必要なくなるぐらいえっと普通に女性が言ってくれた方がいいと思います。全然いいと思います。はい、あの私はあのベビーブーマーなんですけれども、やっぱりねあの女性は文系にっていう。 ああののがありました、うん、まあお医者さんになりたいなんていうのは別だけどみたいなね、うん、でそれで私のあの高校からこう学問に進んだ人で大きな仕事してる人て女性で2人いて2人ともねあの経済って東大でもさ分離じゃない。うん 文系じでも入って文系だと思って入ってみたら数学の世界で彼女たちは数学の才能がめっちゃあったからそこでなんかご自分の名前のついたなんとか理論っていうのとかねがもう三千と輝いてたりするわけ。もともと持ってらした数学の才能を経済学で生かされたってことですね。 まあ社会学は結構女性多いです社会学学学心理学教育学あたり多いで,す、ね、でも数学みたいなもの統計とかまあ一応必要ですからあのまあ来てくれて女性が来てくれる分には構わないと思うんですが、ねあのまあ、文系の中で数学的な才能を発揮されるんでもいいんですけれどももももっととね,さっ,きのねまあさっきのグラフでもそうなんですけども、ね、生物学みたいな生き物を扱う分野だと比較的女性でも構わないかなみたいなあのそういう,いうイメージがあるんですけれども物、ね、ののを扱うようなところになるとですねやはりすごく そのあのまあ男性がやる仕事でしょっていうことになっちゃうんですね。で,ね、うん、でまあのこれもちょっとあのあの本当はもっとあの事態は複雑で例えば薬学とかの場合は結構女性多いんですね。はい、あの薬剤師さんになって、うん、えっと、うんね、あのキャリアを、はい、あのなんとか維持しようっていう選択される方はいるので、もう少しいろんな分野あ別に細かく見ていく必要はあるんですけれども。 このデータは小部森屋しか扱ってないんですけれどもあとこれはですねごく最近男女共同参画会議で出てきたデータをここでご紹介してるんですがいくつかあの面白いデータも出てきていてですね左側は自然科学日本ゼロ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  でもそうなんですね、はい、で左上がそれですね右上が諸外国の研究者に占める女性割合ということでこれはあの全分野ですけれどもとにかく研究者の中で女性が少ないめでくとビビ。えー これはさっきお見せしてきた国会議員や医師やっていうものの流れにつながるものですけども研究者でもやっぱり少ないということなんですね左下がやっぱり学部別のですね、うん、えと女性の割合で、まあはい、さっきの男性らしさのイメージと反映したような形で、えーとまあ、工学学とかめちゃめちちゃゃ少なないいです、ねえー、ですすねね理もあまり多く人文では多いんですけど社会科学でもそんなに多いわけじゃないとかですね、うん、だから経、ま、済、あ、学に来てくれる女性がまだそんなにすごく多いわけでもないっていうことが分かります。 いうことですね。はい、あ、ちょっと今、うん、あの思い出したんですけれど、うん、人文は確かに60%台、うん、女性が多いです。うん、でも、うん、人文系でもさ、うん、先生って男性。 <で>そうなんですよ今日ちょっと活躍しちゃってるんですけれども人文は学部は女性が結構割合が多くて大学になると減るで、えっと、例えば助手になるとまた減るで,で準教,教師になるとそ教授うところもすごく遅くなっていくんですよ<動>だから文系があの別にジェンダーギャップがないわけじゃなくてですね、えっと、文系でもその大学教員みたいなところにあの、まあ、上の方になればなるほど、ね、女性が減っていくっていう残念なことがあります。あの2019年に、うん、あの愛知トリエナーレ が開かれて、その総監督をなさった津田大輔さんが全くジェンダーをイコールにしようということでそのプレゼンの時にね美術系の学校の女性の数そして教師の数っていうのを出したんですよね。 もうすごいでしょであれは本当にインパクトがあってそういうことを美形でなくても。うん 文系のそうなんですだから仕事としてですね <うん S 1> あの追求し続けることができるようなあの立場にたどり着けるかどうかっていうことですごく女性に対してですね,ですねやはり阻害要因があるんですね。<ねー S 1> で右下のところはですねですかこれは OECD が15歳の子たちにやってるその学習到達度調査なんですけれどもこれ見ていただくとですね、はい、えっと日本はあのすごいまああの男子も あの女子もですね点数高いんですよねすごいじゃないですかで,で女性はあのた多少ちょっとあの日本の中で男子より少し点数、はい、あの。 あのわずかに少なかったりしますけれども、はい、それでも、えー、っと世界的に見ると3位とか2位とかつまり女の子も、うん、あのすごく何ていうかなあの科学的リテラシーや数学的リテラシーは、はい、日本の中ですごく高いということなんですね。えー、にもかかわらずこんなふうな学部の偏りや研究者になりにくかったりとかですね、うん、ノーベル賞までたどり着かなかったりとかですね。 があの全然生かされてないっていうことがこの4つのグラフを合わせてみるとですねあのすごく分かっていただけるかと思います。 残念でしょうがないっていうかですね。何やってるんだっていう感じなんですけれども、アカデミアの皆様お考えください。まあそうですね。アカデミアの中の問題もあの本当にいろいろあると思います。で、アカデミアにたどり着く以前のですね、学校の中でもですね、こういつの間にかその女の子たちがえ例えば理系分野に行かないとかですね、高い地位を追求しなくなるように隠れたカリキラム、非準カリキュラムっていうあの言葉なんですけれども、非準カリキュラム。あ、これも初めて聞きました。隠れたカリキュラムね。 ヒンがいいてない普通のカリキュラムっていうのはもちろん学校の科目で習うそうです。学習習用に書いてるような、はい、ことなんですけれどもそれ以外に、うん、あのもう暗黙のカリキュラムみたいなものが学校現場でジェンダーに関しても、まあ、ジェンダー以外でもあるんですけれどもさまざまな場面で観察されるっていうことでちょっとこれ2003年の表でちょっと古いんですけれどもつまり今ちょっと改善されてきている面もあるかもしれませんけれども、うん、あのただあの左側にですね教室環境、はい、学,学校学級生活学校施設教室生徒の関係 いいろろこれ皆さんちょっとねよく読んでいただきたいと思うすごく味わい深いと言ったんですけれどもまあね本を買って読んでいただけると一番いいんですがどれにしましょうかねどれを例えば今「今後名簿」っていうのがありますてそういう会場もあさりしてますけど男子女子と分けずに一緒にして五十音順にするという。 だからこれ1234って上にこう書かれて並んでますけれども、はい、あのいらんところで男女を開けてみたりとかですね,ねで男性が長で女性が副院長みたいなそういう性別役割であったりとか、まあ、上下関係とかいろいろありますけれども右に行けば行くほど気が付きにくいことになるかと思うんですね。 でその例えば機械の不要道というところを見るとですね、はい、発言の機械というのがありますね、うん、上から2つ目のところに発言の機械というのがありまして、これはあのちゃんとこう授業現場とかに関する研究あの、いろいろあるんですけれども、うん、あのやはり発言するのが、ですねあの自分の手を挙げたり、教師が指したりして、えー、と発,発言するのはやっぱり男子が多いということは、繰り返し確認されています。そうなんですか、えー、私逆の,あの あの感じを持っていました。女の子の方が活発に発言し、うん、いや学年にもいるかと思いますけれども全然そうじゃないですね。全然そうじゃない。えっとうん、あそうか。なんか目指したくないみたいな感じでうんとこう黙ってしまってる感じがあって、うん、でウェイウェイしてる感じの男子がヘン、うん、スインみたいなあの風に言うみたいなあの <laughs> ことの方があの。 えっと全体的に把握するとあのでもね,ですねあの、はい、例えば作文コンテストとかスピーチコンテストとかあのそういうのって、うん、もう女の子ばっかりですよあの入賞するのそうですねまあ。 うん、中にはそういう子もいると思うんですけれどもあの、まあ、文章を書くというのは結構女子が秀でてるっていうか分野<ー>かもしれないんですけれどもこれは日常の学級現場でのる相互作用においてですね<ー>そういう偏りがいつの間にか発生してしまっていると例えば上から4つ目のところを見ていただくと、はい、教師と生徒の関係ということで男子と関わる時間が長いって書いてますね。 先生がそうです。だから授業中であれ休み時間であれ、うん、こうダンとこうヘチャヘチャするっていうかですね。あのえー、じゃれたりするような時間があの結構長くなりがちだっていうことを、えー、あのこれこれもあの研究でやってきた、ね、男の子はあの手がかかるじゃないんですか。うん、<laughs> だから関わるっていうことですか。<laughs> ちょっとバカだからこの年齢って。 まあ、いろんな要因はあると思うんですけれどもあのです、ね、たあの一つ例を挙げると例えばスクールカーストみたいな嫌な言葉があるんですけれどもあ、ね、あの結構ね学級を牛耳ってるような、はい、あの一軍の人たちがいて、はい、特にその一軍の中でもやっぱり男子のちょっとヤンキーっぽかったりとかです、ね、でもこ言葉は巧みだったりとか笑いをどっとこう受けをあの取ることができたりするような子っていうのが、えーとまあ、多くは男子なんですね。でその スクールカーストの上の方にいる男子を掌握しておかないと、教室全体が掌握できないみたいな状態に教師が置かれていてですね。うんうん、だから、こう、そういうことをじゃれあってみたりとか、お、うん、友達同士みたいな感じで。先生みたいな感じでタメ口聞いたりとかですね、そういう男子が。っていう、そこのコントロールが実際こう。 人数が多い教室のの管理の中で重要になってきてきるということはありますなるほどね、えー、ちょっとあの雑談っぽくなるんですけれども、うん、私ある、えっと、ワークショップでですねこれはあの大人向けっていうかこ結構中高年の方がたくさん参加されていて、えっと、参加者の中の8割が女性でですね、まあ、女性があ男性が2割ぐらいいるようなあのワークショップがあってグループに分けてですねいろいろ検討してもらったんですで実はジェンダーに関することだったんですね。で議論してもらってじゃあグループ別に発表してくださいってどなたでも結構ですから各グループで話し合われた内容を 行ってくださいって言ったら例えばその5人のグループで4人が女性で男性が1人みたいなグループがこうできちゃったわけです、はい、最初の参加者の分布によって。でどのグループも何も私言ってないのにあの議論のまとめ発表されるのは男性でですね。残念でしょうがなくて あのーって言ってどうしてあの男性の方があの「はい」って発言されますかって聞いたら「あっ」みたいな感じになってですね<ー>だからそういうところにも現れて気が付いてないそう,そ,うそ,うそういうもんい埋め込まっている、えーえー、そうなんですそれがジェンダーだ、えー、そうなんです<ー>だからそういうのが例えばこのは発言の機会とかいうところもですね学級の中でも同じようなことが起きちゃってるっていうことがあると思います。さっきあの、えー、こののの表ででで言うと、えー、上から5番目ですけれど生徒間の関係でね、えー、その と役割女性とはサブ、うん、まあ、うん、ちょっと変わってきてるかもしれませんけれどもなし私なんかの時はそうでした、うん、あのと私も生徒会の副会長だったし、うん、会長になるとか、うんまあ、あんまりそういうの,あのやる気のない人だし意識もなかったんですけれども副会長しかならなかったですね女性は。本田さんはどうですか私より 歳ぐらい年下だだっけどうたか私の頃もまだ暗黙のうちに男性が生徒会長みたいな感じは十分ありましたかで今もそういう感じはまだあるとあの本当に登場には変わってきてると思います例えば応援団長を女子がやるようになったりとかですねいろんなケースは報道されてるそういう状況だですそれから一番下のところが保護者や地域ちょっと広げてそうですね あの,あのそういうまあ学校だけにあのとどまらない、うん、えっとこ柄もたくさんあってですねまあ PTA も大変お母さんなのになぜか PTA 会長は男性だったりとかですねもうザラにあることですよ、ね、あ,あのね、うん、若い方で不敬って言うんですよ、うん、不敬とか不景会とか。<laughs> <laughs> 父と兄ですよね。それってあのういでもさすがに保護者って言うようになってるかもしれませんけど若い方でもまだいますよ不敬は死後にしましょう。気がつかないところにねそういうね洗脳の材料みたいなのが潜んじゃってるんですよね言葉の中にね。私は「国家」という言葉に「家」っていう「家」が付いてることをすごい気になってるんですけれどもというね あのもう本当にあの気が付かないような無意識に使っている言葉の中にメッセージがあの含み込まれているということです。そうですね。はいえー、そういうところに目をつけてるとなんか面白いけどイライラするかもしれない。で,ねね、でもどんどん気づいて変えていきましょうということなんですけれども。はいでね、えいいで、ね、もちょっと次のスライドに行きますとこれまたちょっと話が変わるんですけれども、あのこれはハラスメントの経験率ですね。セ、はい、クハラじゃなくてまああのパワハラとかを含めたいろんなハラスメントなんですけれども。はい えっと、青いのが男性で、えっと、オレンジ色が女性なんですが日本丸つけてありますけれども、はい、女性のハラスメント経験率っていうのは3位ということで1位ではないんですけれども3位かなり高いところにありますね、はいで。男性はそんなに多くなくてですね男女間の差を出すと日本はあの確か1位になると思います経験率の差という点ではご存じのようにこういうそのセクハラであれパワハラであれですね、うん、ハラスメントをする側というのはもちろんあの 全員が全員男性というわけではない。女性にもあの一部います。あの女性上司がハラスメント対するケースがないわけではないんですけれども、で,ねはい、でも確率で見るとですね、圧倒的にハラス者は男性なんですね。はい、あの人数もね、えー、多いですしね。男性上司の方が、ねえー、圧倒的に多いからねで、えー。ですから女性に対して加害をするのは。 あのまあ、残念ながらですねやっぱり男性なんですね。ということになりますね。でいろんなこれはハラスメントの統計ですけれども、うん、あのついこの間池袋だったかでしたっけあので通りすがに女性を殴っていった、はい、男性が逮捕されましたけど結構ねなんかかい仕事の方がなんで女性を殴るのかの、うん、んとあのあの見ず知らずのね。あのいれはい、これあの最近すごく話題になってて、えっと、ああいう大きなターミナル駅でですねこれは殴ったケースでしたけれども体当たりしていくとかですね あの、あの、女,女性が馬車を押してる時にですね、押しているような、そういう子供連れの女性に対して攻撃的になったりとかですね。そういうハラスメントという統計に現れないような、あの、まあ、暴力、まあ、ミクロな暴力みたいなものがですね。えっと、男性主に男性から女性に対して、えっと、もう、まあ、電車の中でもそうなんですけれども。あの、まあ、充満してしまっているような状態があります。うん、時間もそうですけれどもね。はっきりと聞こえるように、ベビーカーをしてると。 舌打ちをされるとかありますよね。聞きます。そうなんです。まああの、うん、だからそういうことはですね、えっとやっぱり男性のちょっと鬱屈の表れだと思うんですね。 あの日本全体の経済がパッとしない中でなかなか稼ぎがあの得られる,得ることが難しくなっていったりとかですね今女性活躍だっていうことを実現はしてないんですけども女性をもっとこうあの活躍させようみたいなことが言われるようになってる中で、えっと、男性の中で、えっと、これは私の感触なんですけれども結構高学歴だったり結構チーム高いような、うん、え30代40代ぐらいの男性においてですね結構そういう鬱屈っ,っていうかが。 あのきつくなってるるように見えるんですつまり男性の中でも階層がある中で割と上にいる方がですねなんかそのもしかしたら徐々に自分たちを脅かしてくるかもしれない女性に対する攻撃性みたいなのがですねすごく強くなってるように感じられます。なるほどすごい残念なんですけれども何、はい、ていうかな次にあのこれ2枚にわたってですねバーッとお見せしてるのは,はちょっとあの本をって <laughs> 読んでいただかないとこれすごいのもうねこれはこれは

検索しまくったりしながらですね自民党の主にジェンダー絡みの問題発言を取り出して見ようとしてみたほうがえですからまだ見落としてる例もあると思いますし自民党の問題発言はジェンダーに限らずですね例えば高齢者は死ねみたいなですねいうことも言ったりしてますのでいろいろあるんですけれどもジェンダーに関する言葉を取り出してみたほうすごいです。けれどもっと あ、またここから増えてるでしょ。この間あの森嘉久郎は一応入れてみたんですけれども、森嘉久郎のあの女性が会議で、それが一番ですね。あのほら静岡県知事の、はい、カーカス、あの意味と言わない方が綺麗に見えるってやつですね。意味よ、なんかね、みんな頭いいですよ。綺麗ですよ。で、なんか賢いこと言わない方がこそ綺麗に。そう、ナホかと。 もうね自然に出,て出ちゃうんですよ呼吸するようにそう,、ねえー、そういう差別的な発言をそうとしか考えられままん、えー、する女性もいますよ繰り返しあの杉田美和が登場してますけれども、ねまあ、彼女はそういうためにあの雇われてるというか議員されてるようなところがありますけれども。<laughs> はい、とにかく子を埋めっていうあの圧力であったりとかですね,うですねえとういうい、ね、まないとあの生きてる価値がないとかですね、うん、あとはセクハラ被害に関して被害を訴えた側に対する蔑視であったりセクハラした側への擁護であったりとかですね保育して,してもらいたいっていうその母親の声に対してですね自分で育てる的なですね。まあとにかく古い家族観女は家でっていうような。ざっと見ですけれど、ええ 年齢関係ないですね。まんべんなくあの発言者のですか。うん、結構若い人も言ってますね。若い人もいますよね。そうですね。まああとは LGBTQ への差別も非常に色濃いです。まあだからこういうのがあの自民のあで日本のまあ中央にいると言ってもいいようなあのえっ、ー、と中核にいて権力を掌握している、うん、え政権与党の自民の中から次々次々もう溢れ出してきていると。 でえっと、まあこういうシャワーを浴びながらですねやはり偏見であったり差別であったりとかあのまあ暴力みたいなものがですねずっと存続しているというこの醜い源泉の弊害、ね、というのは。 あの私はものすごく大きいとい。この人たちが国会で、うん、あの法律を作るわけですから。そう,そうです。そうです。なかなかその。そうですえっと、法制民も評されない、うんうん。そうなんですよ。っていう,感じな、ねそうな。そうで,で、ねえー、国の枠組みを決めてる、あの国会というか、政治の場においてですね。うん あのすってすくってるって言葉もありですけれども、こういう人たちが牛耳ってしまっているっていう言葉もですね。ええ、高い女性議員はあの絶対に増やさなきゃいけないと思うんですけれども、なかなかハードルが高いっていうことですね。そうですね。とっくりでこれ見つめていただければと思います後で。はい。ええ、であの次のこれはさっきの話ですね。そうなんです。えっと、クする男性たち。そうなんですよ。 あのだから一応その女性を盛り上げていこうよみたいなことがいろんな各所でこう言われるようになってきている中でですねあのこれ電通が最近行って発表した調査なんですけどこれちょっと本人は盛り込んでないんですあの一番さ、はい、あの直近のデータなんで,、はい、で最近は男性の方が女性よりも行きづらくなってきているっていうあの思うっていう男性がですね、えっと、上の3本ですね。3本は年齢別 年齢別になってますね青い方が生きづらくなってきているって考えている人たちなんですけれどもいそうでもなこれはどういうふうに考えればいいのかな半々なんですね。半ですから男性の中でもすごく揺れてる分かれてる感じがあるんですがそれでも半分の男性がですねそして興味深いのはとても思っているとても思っていないというのが若い人の方が極端ですね。 多いんですね。うん、すねこれはどういうふうに、うん、あの解釈できるでしょうか。から一部には、うん、あのやっぱり若い男性の中でも非常に理解してくれているというか、なるほど。も全然平等ってのは当たり前じゃんみたいなふうに思ってくれている人がその右側,右側の赤いところに現れていると思うんですけれども、はい、一番下にある高、はい、高齢の人たちっていうのは。うん まあそこはまだちょっと鈍感だということなんですけど、うん、若い人の中でそのジェンダーに対するセンシティビティが上がってきているということはただまあその同じぐらいその一番若い層で非常にその,あの綺麗にこう四つに分布しているっていうことが左右対称な感じになっているということはこれは若い人の中でもある意味対立っていうかでですねえそれが進んいる男性の中でもこ分かれてしまっているとっていうことになりますね。はい 考えるとちょっとこれは深刻な一面がありますね。えーえー、そうですね。下の下が女性活躍を推進するような政策を支持するっていうことで、はい、やった方がいいか。そうですね。これはあの赤い方があの批判的な人たちなんですけれどもや,やらなくたっていいよ。 うん、で青い方はまあ一応賛成してくれてる人たちで、はい、えと若い人でも6割ぐらいは賛成してくれてるっていうのはありがたいことだと思います、うんまあ高齢男性のこのひどいひどさはちょっと目につきますけども、ねね、8割があの賛成してくれてないっていうあたりがあのひどいことですけれども、うん、でもだあの逆に言うと4割の男性は若,、うん、若いあの若年や壮年期の,あの男性の4割はこういう政策を支持してないんですね。 ああということ。ぜえっと思ってるってい、ね。そういうことですよね。そうなんです。はい、はい。で。 あとはですね次のグラフもなかなか興味深いんですけれどもはいこれは何かというとですね男性を2つに分けていますでこの「インアウトって,かあの書,いてます書いてますけれども「インって書いてるのがその男らしさ規範に強く共感しよりジェンダー不平等的ってまあその古い感じの,ですねそのマスキュリンなマッチョな感じの男性がオレンジ色の方で,で「アウトっていうの,はあのブルーで書いてある方がですねこれがその男らしさ規範にとらわれずよりジェンダー平等的なあの男性っていうふうに 2> 2つのグループに分けてます、はい、でこの2つのグループに分けた上でここで3つ書いてあるそういう経験がどれぐらいあるかっていうことを聞いた結果なんですけれどもいじったりからかったり嫌いなあだ名で呼んだ、うん、SNS などで批判的な投稿をした、うんえー、公共の場やオンラインで知らない女性に性的発言をしたって、まあ、非常に問題ある行動なんですけれどもど、ねうん、そういう行動をとってるのがいわゆるその。 男らしさ規範に強く同調しているの。俺は男らしいぜウェイみたいな感じの男性がこういうことをやりがちだったそういう人って三人に一人はそういうひどいことをしてるってことですか。かまあこれ18歳から30あ18から30歳だけ取り出したんですけど。の中の調査当象の中の三人に一人はやってるってそ、ええ。そうです,うです。ひどそ <laughs> 男らしさのあるものの、えっとまあ、有,害有害な男性性って書いてますけれどもあのトクシックマスキュリニティっていう言葉最近使われるようになったんですけれども、まあ、それはあのこういう暴力的なひどい行動をしがちだという意味でクトクシックでもあるんですけれどもそれは実は彼ら自身を害してますよっていうね。 えー、意味でのもう「トクシック」という言葉が使われているんですけれどもじゃあそういうこと、えー、あのひどいこと言ったりやったりするっていうのは、うん、男らしさをこう <laughs> あの表現だと思ってる人たちがいるってことそうなんですだからマスキリニティっていうのにこういうものが、えー、こういう行動が組み込まれてるってことなんですね。 違うと攻撃的なですね攻撃的な他者の上に立つマウンティングするような偉そうにする威張る威張り散らす他者を加害するっていうことがあのまあそればっかりでもないと思いますけれども男性性の一部になってしまっているでそれは日本だけじゃなくてあの世界でも指摘されていることなんですけれどもこれは国内のデータですけどね今国内,国内の調査ですけれどもあの日本だけじゃないですただまあ日本でもすごくはっきり確認されるっていう、は。い <laughs> だからねその男らしさっていうとかねいうことをあの,あの問題性をここからも実感していただきたいなと思いますね。まあねあの多分反論はいろいろあると思うんです例えばあの女性を守るようなあのことが男らしいんじゃないかみたいなことをあのおっしゃる方もいるかもしれないんですけれども。あの <coughs> えーとあのレディーファーストみたいなあの女性に対してドアを開けてみたいなそういう男らしさだってあるはずだみたいなあのそういう反論はあると思いますでだから男らしさといってもすごく多義的なんで、えー、いろんな角度から検証する必要があってこれはそのうちのごく一部に関してですね、えーとまあ、質問して把握できるあの中で検証しているだけなんですけれどもあのそういうのも有害な部分があることは否定できないと思いますね。はい えー、でまあ,で、ね、あのさらに言えばですね女性を守るとかみたいなことも言わなくていいと思うんですね私そ偉そうにすんなよみたいな別に守ってもらう必要ないよみたいなあのと思います。本当ですよね、えー、はい 一番最後にお見せしてんのはですねこれはあのつい先日 NHK の番組で NHK スペシャルで「ジェンダーサイエンス」っていうのの「精査、うん、の真実」っていう番組があってですねこれなかなか私見て面白いと思ったんですけれどもこの出ているあの写真は何かっていうとあのモザイク脳っていう研究成果が紹介されていたんですけれども要するに脳の中にはですね確かにその男性があの強く反応する部分や女性が強く反応する部分やっていうのがあの脳の中にはあの。 男性の女性とか科学的にあるっちゃあるんですけれども男性の女性のっていうのは実は大間違いであの極端に男性的と極端に女性的っていうあの人の比率はごくわずかで残りの,その9割の人たちっていうのは男性性女性性っていうのがあの入り混じった脳の構成をしているっていう混ざってる,ってるそれをモザイク脳っていうふうにこの番組の中で紹介されてたんですね。混ざってるしこの絵で見言うと白いのはどっちともつかない中立感。中性的ってことですねそうです。 はい、それがこう、はい、あの人によってう全然違うっていう,、うん、うあれは面白かったです,、ね、そうなんですだからねこういうモザイク脳の研究成果とかを,を見るにつけてもですねあの、まあ、ジェンダーということに関してですね、えー、それを連続的なものとして捉えたりとかですねあの男性の中でも女性の中でもそれぞれ男性性女性性みたいないわゆるあの旧来の男性性女性性みたいなのは非常に入り混じっているって個人差がすごく大きいんですね。だとすれば あのお前はあのもう男性と女性というふうにガンガンと二つに分けて男性はこうでやらなきゃならないとか女性はこうでやらなきゃならないみたいに雑なな決めめつけ方をするのはもうううやめましょうよっていうことと、ね、い,いこん、ねはい、だから男性らしさ女性らしさみたいな、うん、あのことを押し付けていくっていうことは、うん、あの個人にとっても個人の可能性にとってもあるいはそれは積もり積もって今日お見せしてきたデータのように社会全体にとってもですねあのものすごい可能性を潰していることになる。 とといいいいいうこにつててはったただきな思ます「男は女は」ってやっちゃうと例えばねサイズが一つしかない服をね全員に着せるみたいなことで窮屈でしょうがない人もいればもうダブダブでしょうがない人もいだからそれぞれに合ったサイズの服を着ればいいので脳についても そうであるし、ジェンダーの分野でもそういうことがもっともっと。 理解されない,い,ない最近ちょっとあのインターネット話題になってたのが男性が家事をしてくれない理由っていうのは流し台の高さにあるんじゃないかっていうことが話題になってて<ー>えっとまだちょっと十分に検証されてなくて仮説ですけれどもあのせ、まあのま身長が相対的に高い男性にとっては流し台が低すぎてそう,う,そうなんです、うん、やりにくいっていうことも一つないかみたいな、ねね。女性のあのああに合わてりますよ、ねうん、とかねそういう,こうものにも反映されるようないろんな歪みがあるって。えー、で、えーと そのゆ歪みがあの生き方をですねえっと決めつけてしまっているっていうのはやはりすごい問題があると思いますね。だから女性でも自分にはあのあの実際には男性的な部分があるんじゃないかとか男性もあ自分の中にはあの結構女性的な部分があるんじゃないかということに気が付いていただいて、男はこうでないなきゃみたいなあのことを取っ払ってえっともう個人のあの考えやあのスキルとかに基づいてですねあの追求していけるようなそういう社会に、えー、していきたいと。 いた方がいいと思います。で、それを個人の方も気が付いていただき、あるいは政策施策制度の設計においてもですね、そういう前提でえっ、ー、とを作っていくような方向にぜひ持っていきたいと思っています。そうですね。はい、あのこの N N H K スペシャルは。 n h k オンリーマンドっていうので、悔しいけども二百円だから、なんか単品で買うことができます。ええはい、悔しいけどもね、これはあのぜひご覧になると,と、ね、番組を全部文字起こしして、結構詳しく文字起こしたものはインターネットで<あ>えっと普通に無料で見られるかなと思います、無料で見られるんですね。はい、あのぜひあのご覧になっていただければと思います。はい、はい、本田さんありがとうございました。はいはい、じゃあ次は何のお話をしていただけますか。えっと次はえっ、ー、と学校の話、ね、学校ですね。はい。 教育、はい、じゃあそうです皆様、はい、あのお楽しみに今日はありがとうございました。はい